はい、どうも、小木です。今日はですね、皆さんお待たせしました。大好評シリーズの遠征密着動画でございます。遠征密着動画でございます。今回はですね、メキシコの方に遠征に行く予定なんですけども、行き方としては、カタール航空でドーハまで行って、マイアミからのメキシコということです。これがまた遠いんですよ。距離で言うと、距離はちょっと分かんないや、距離じゃないけど、時間で言うと、ほら、みんなに当ててもらおうかな、これね、結構遠いんですよ。なんで、ちょっと時間はね、前回のシニジェ同様、ちょっと時間を皆さん、当ててみてください。かなり遠いです。というのも、正直言って、金銭面的に余裕がないので、生き方としては、遠回りになってしまう。本来はお金をかけて体に負担をなくせば、いいんですけど、金銭面的にちょっと厳しいところもあるんで、そこのお金事情をちょっとまた後で言いますっていうところです。なんでちょっと時間はね、動画の最後の方にでも言えたらなと思います。これから行くメキシコ、ちょっと感染状況がなかなかすごいらしくて、今日本は1日で1万人ペースとかだと思うんですけど、メキシコはなんと4倍4万何千とか。一応チュニジア同様、宿泊施設とテニスコートがくっついてるんで、そんなに街中に出ることはないんで、まだ感染リスクは低いと思うんですけど、それでも十分に気をつけて行っていきたいなと思います。はい、これからチェックインなんですけど、ちょっと荷物がね、今回大変多いんですよ。遠征、一応予定では4週を予定してるんですけど、ちょっと伸びる可能性もあるんで、いろいろ多めに持ってきたんで、家で詰めたのプラスちょっと途中でね、いろいろ買ったんで、詰めていくんですけど、本当にもうやばいですよ。カタール航空で行くんで、23キロのバッグが2つまで持ち込み OK なんですけど、ギリギリの戦いで、どれだけね軽く行けるかってとこなんですけど、そんな中ですよ、そんな中見てください、これ。あのね、僕の大学の同期のそんな松下選手っているんですよ。そんなね、彼女がもう到着してるんですけど、クレンジングオイルを買ってこいと。でも言ってもね、やっぱり日頃ね、お世話になってるし、大学の時も助け合いだったんで、買ってきますけど、ちょっと重いんで、どっかね、借りを返してもらえればっていう。さあ、待ってます。はい、これね。一応ね、荷物、はい、こんな感じです。これが手荷物。手荷物は長期フライトとか特に荷物がロストしやすいんで、念のためこれだけでも、手荷物だけでも試合できるように、ウェアと靴とガットとラケットとっていうのをいろいろ入れて移動してるようにしてます。コンタクトレンズとかね、ロストはねまだ経験ないんですけど、ちょっと怖いですね。ちょっとコロナ禍でね、なんかロストの原因が人員削減とかいろいろあって、こういう作業する人がどんどん減ってって、ロストすることが増えてるみたいな聞いたんで、そこは僕がどうこうできることじゃないんですけど、そういう最悪の場合をね常に想定して、行動してますよということでした。はい、ということでちょっとチェックイン行ってきたいと思います。ちょっとね、今チェックイン行くんですけど、ちょっと見てもらえば分かる通り、ちょっと見てください。やっぱね、減ってますね、海外渡航が。本当にどこの航空会社も厳しいようで、チケット代なんて爆上がりですよ。困りますよ、僕としては。その中でね、遠征行くんですけど、十分に感染に気をつけて。いや、本当人が少ないんで、まだ機内での濃厚接触者扱いのリスクとかは、少ないんじゃないかなっていうところなんですけど、とは言ってもね、やっぱり、多少なりとも人はいるんで、ソーシャルディスタンスで初心をね、コロナ禍の始まった時の初心を忘れずに、やっぱりどこだかね、みんな忘れてるところあるんですよ。このコロナ慣れって怖いですからね、もういいでしょ、こんぐらいならいいでしょが続いて、やっぱり第6波、7波来ちゃうんで、皆さん、全国の皆さん、ぜひお気をつけください。ということでチェックイン行ってきます。はい、ちょっと緊急事態なんですけど、メキシコ行ってからアメリカ行く予定で、メキシコからアメリカ行きの飛行機はあったんですけど、アメリカから他の国、条件を満たしてる国へのチケットがなかったんで、電子ビザのアメリカのエスターの条件を満たしてないっていう風に言われまして、これだとちょっと出国できないと、いうことになりまして、まあ、今はちょっと急いでそのアメリカから他の国へのチケット取ってるんですけど、受付までもう残り30分というちょっとバタバタした出国になりそうで、間に合えばいいんですけど、本当このコロナ禍で、書類が多すぎて、まあ、PCR だったり陰性証明書だったり、もう入国するための、メキシコに入国するためのなんか書類も必要みたいで、ちょっとその情報なかったんで、今急いで入力して印刷して提出しないといけないんですけど、ちょっと訳が分かんないです。まあ、これがね、テニス選手のリアルというか、まあ、一人で行動するにあたってのさまざまな問題がね、こうやって出てきて、一人で解決していかないといけないっていう、いやー大変ですね。なかなか気持ちよく出国できない感じで、いろいろ厳しくなってる世の中なので、書類不備ないようにちょっとやってみたいなと思います。とりあえず、頑張ります。はい、なんとかチェックインできたんですけど、ちょっと緊急事態がありまして、まあ本当ギリギリ、搭乗5分前なんとか取れまして、入国 OK だったんですけど、まあ、それ以外にもコロナ禍でメキシコ入るための健康チェックを記入しなければいけないものだったり、航空会社が途中で変わるんですけど、その際のなんか荷物の受け取りがなんちゃらかんちゃらとかわかんないんで、あっちで聞いてくださいとか、まあ、メキシコの記入シートは全部スペイン語で全然意味わからなかったりとか、もう本当に搭乗5分前、あたふたしてたんですけど、出発できるということで、とりあえず良かったです。でも今回ちょっとね、一人旅なんで、まあ、メキシコはまだ日本人、女子選手がいるんですけど、アメリカからはちょっと日本人が僕一人で、まあいろいろ何かあったら結構また大変な目に遭うと思うんですけど、まあそれもメンタルトレーニングと経験の一つと、して頑張っていきたいなと思うんで、とりあえず行ってきます。ドーハに到着しました。結構長いフライトだったんですけど、まあ、機内食2つ食べてぐっすり寝れましたね。まあ、一応日本時間では夜だったんで時差を気にせず、寝ちゃったんですけど、ここから3時間、トランジットあるんで、ちょっとラウンジで、まあ、編集とか、まあ、軽食をとって、時間を潰したいと思います。これから、まあ、登場するんですけど、ドーハからマイアミの、またカタール航空で行くんですけど、ちょっと成田空港では見ないような人の数がいますね。見た感じ結構旅行というかビジネス系ではない人が多いんで、世界的にはいいでしょってなってんのかなぐらいの人の数なんで、ちょっと成田空港では、というか日本では考えられないような空空港の状況なんですけど、日本だけコロナ終わってないのっていう感じです。まあ、ちょっと余談なんですけど、今日なんかめっちゃ股間あたりになんかセキュリティでいつも反応されて、日本でもカタールでもいろんな人に触られてます。こちらからは以上です。お金があれば、お金さえあれば。マイアミ到着しました。こっちのマイアミ5時半に着いて、メキシコ行きが7時半なんですけど、イミグレーションで1時間ぐらい待たされて、結構時間ないんで急ぎ気味なんですけど、これ間に合わなかったらどうしようっていう。ドーハからマイアミ空港に到着しまして、いやもう長すぎてもう頭と腰がぶっ壊れそうです。なかなか人生で一番長いフライトだったんで、一つ経験としてこれを踏まえて次の遠征とかね、少し高い方を選んででも疲れをなく行くのか、安く長い時間をかけて行くのかとか、一つ勉強になったかなと思います。でこれからマイアミから、メキシコ最後フライト行ってきます。マイアミも人はまあまあいますね。初めてのアメリカなんですけど、結構雰囲気は好きです。メキシコ着くのが夜の10時ぐらいなんで、もう練習はできないのは分かってるんですけど、で、次の日の練習とかちょっと相手を探せてないんで、自分の練習とかそういうのセッティングもね、自分でやらないといけないんで大変ですけど、いろんな人に声かけていい練習ができるようにしたいと思います。メキシコラストフライト行ってきます。メキシコカンクン到着しました。こちら今夜10時で、ご飯もね多分ホテルじゃもう食べられないと思うんで、どっかあればと思うんですけど、あとはシャトルバスをお願いしてるんですけど、時間通りに来なかったりとか、最終的には来なかったりとか、そういうことはあるあるなんで、来なかった場合は Uber とかなんかで呼んで行かないといけないんですけど、そういうのって初めての国だと結構怖いことなんで、なるべくシャトルが来てくれることを願ってます。とりあえず今から、荷物受け取りなんですけど、荷物だけはちゃんと来てほしい。僕のシャトルの運転手さんがちょっとまだ出会えてないので、どうにかしないといけないんですけど、外出ちゃうとね Wi-Fi が切れちゃうんで、空港の中でどうにかしたいんですけど、とりあえず今夜11時なんで、連絡は取れて使ってるかどっかにいるっぽいんですけど、本当にドライバーが来ない。1時間待ってるのにマジで来ないです。適当すぎる。メキシコスリが多いみたいなので、こういう待ってる時も油断できないんですけど、本当に大変。一人だし暇だし Wi-Fi 使えないし、眠い、お腹すいた、うるさい、暇、暑い、シャワーみたいな、もう来ない。なんか大会側に連絡したら、今ドライバー向かってるからっていう連絡があって、で1時間ぐらい待ってるんですけど、今度このドライバーの連絡先に連絡してみって大会の人に言われて、連絡したら「いやドライバーは行ってないです」っていう連絡が来て、眠いんでもうタクシー拾って行っちゃいます。ちょっと高そうですけど、それ着くのが最優先で行ってきます。もう最悪ですよ。シャトル来なかったんで20分ぐらいなんですかね。98ドルで10時着ですよ。飛行機を10時に着いたんですよ。でタクシーやっと乗るのが11時40分です。うわ、しかも雨降ってるし、もう最悪や。行ってきます。あ、着いた。最悪です。今度は見てください。お湯が出ません。さらに今日一日不潔で寝ます。ホテルに到着しました。今時刻は夜中の1時です。なんかもう寝すぎてフライト長すぎだし、今どの国に照準があって頭が動いてんのか、時差がどの国の時差で今自分が動いてるのか全然わかんないんですけど、とりあえず無事到着できてよかったです。いわゆる寮みたいな感じですね。オートロックなんですけど鍵がないって言われて、鍵ないで鍵閉めて外行った時どうすんのって言うたら開かないよって言われて、え部屋の人が入れなくなるオートロックもう意味ないじゃんっていう感じですよ。朝ごはんとかちょっと行く時は部屋が空きっぱなしで、何か物がなくなった時にどうすんのっていう話ですけど、はい、ということで、移動の時間なんですけど、フライト時間は37時間でした。はい、でホテルに着くまでに40時間ぐらいかな。成田からドーハが13時間ぐらいで、3時間ぐらいのトランジットがあって、ドーハからマイアミが15時間ぐらい、17とか、なんか結構すごかったな。また2時間トランジットがあって、マイアミからメキシコ関係が2時間ぐらいのフライトで、なぜこんだけ遠いルートを選んだかっていうと、まあ、最初にも言ったんですけど、やっぱりお金、金銭面的に余裕がないと。で、まあ、今回の場合で言うと、まあ、これ皆さんねちょっと判断してもらいたいんですけど、日本からメキシコ17時間で片道19万のチケットがありましたと。で、まあ、僕が今回行ったのは37時間で12万のチケットがあったんですね。で、僕はその後者を選んだんですけど、まあ値段で言うと7万円の節約というか、まあ、時間をお金で買わずに体に負担をかけてお金をね節約したという感じで、まあ、これ冒頭にも言ったんですけど、その、まあ、テニス選手としてアスリートとして移動で体に負担をかけるのはどうかなという意見ももちろんあると思います。ただその7万円っていうところに、まあ、僕自身の財源に余裕がないので、僕はその後者を選んだんですけど、まあこれも含めて、僕レベルというか、僕レベルでもちろんスポンサーついてたりする選手いるんですけど、まあ、僕のリアルは、まあこんな感じですね。まあ、日本から太平洋を渡っちゃえばもう一直線か、地球はどうか、まあパッて行けるわけですから17時間で、まあ、それをわざわざ逆ルートでね、思った以上に今のところ体に負担はきてないんですけど、まあ、明日以降の練習とかでねちょっと負担が感じられるのかなっていう感じですけど、まあ負けてられないですね。この状況に早く出したければ勝てと、そういうことだと思います。同じプロでもいろんなプロがいますから、まあね、もしこれを見てる子供たちがいればこういうプロもいるけど、みんなが思い描くべきプロはもっと上のね錦織選手とか、まあ、大坂なおみ選手とかそのレベルです。ただその前段階としてこういうねステージがあるよっていうのをちょっと動画で、お見せしてるところです。そんな感じで疲れたんで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。それじゃあ頑張っていきます。